5年生の皆さん、こんにちは。今日は整数と小数の解説編2回目です。今日の学習内容は教科書でいうと13ページぐらいからになります。それでは始めましょう。まずこれまでの学習を少し振り返っておきましょう。オリンピックのマラソン、北町子どもマラソン、それぞれの距離に出てくる2つの5、これを考えることがハテナでした。前回の学習では 42.195 について数を分解しましたね。このようにして一本の式に表すこともできました。それでは 1.95 で考えてみると、同じように一本の式で表すことができますか？少し時間を取るのでパッとノートに書いてみましょう。この動画も3回目ですので、ここでは皆さんがすぐに書けると嬉しいですね。1.95 は 1×1 足す 0.1×9 足す 0.01×5、 このように表すことができますね。このようにどんな大きさの整数や小数も0から9までの数字と小数点で表すことができます。さて、改めて2つの距離の5を比べてみるとどうでしょう。式を2つ並べてみるとこのようになります。42.195km の中で使われている5は 0.01 が5個、1.95km の中で使われている5は 0.01 が5個という意味。同じ5個でも 0.01 と 0.001 のように元にする数が異なっていますね。数字や式は算数で使う言葉です。同じ数字でも同じ式でも意味が異なることがあります。その数は何を表しているのか、その式は何を表しているのかということについて考えることを5年生の学習では大切にしてください。動画はここで終わりですと言いたいところですが、もう少し続きを見たいなと思っている人はこの続きをもう少し見てみてください。ではこちらを見てください。0.195 を何倍すると 1.95 になるでしょうか。先ほどまで出てきていた2つの数を見たときにこのようなことを考えてみたことはありますか？この勉強は4年生の学習の復習ですね。ハテナが解決された後でも新しいハテナを見つけられることはとても大切になります。例えばこの問題を四角を使った式に表すとどうなるかわかりますか？ここでは小数が使われていますが、この学習は3年生の学習したことを使います。式にすると、このように表すことができますね。四角を求めるために、まず、10倍で考えてみましょう。0.195 を100倍するとどのような数になりますか？パッとノートに書いてみますか？0.195 を10倍すると 1.95、 100倍すると 19.5、
1000倍すると195になります。ですから、先ほどの 0.195× 四角は 1.95 の四角に入る数は10ということになりますね。ちなみにこの絵を見て、他にも10倍や100倍になっているところを見つけられますか？ここも10倍になってますね。ここも10倍になっていますね。では、195を四角分の1にした数について、どのような数になるのか考えてみましょう。例えば、10分の1ならどうでしょうか？まだわからないという人は、画面の前でグーを。10分の1にした数がもうわかったという人は、画面の前でパーを出してみてください。せーの！と聞いても残念ながら私から皆さんのサインは見えません。パーが多かったらいいなと思います。このように10分の1にすると 19.5、 100分の1にすると 1.95、 1000分の1にすると 0.195 になります。ここまでの学習で気づいたことを学習のポイントとしてまとめてみましょう。なるほどは自分で気づいたことがまとめられていればいいと思います。ちなみに私はこんなことを気づいてほしいなと考えて授業をしました。これは違う表現になってもいいですし、もっと別のことを気づいたということでもいいと思います。じゃあ最後は教科書にある問題をやってみたいと思います。この四角に当てはまる数を書くことはできますか？一旦動画を止めて考えてみてもいいです。すぐ答えを言っていきますね。0.23 を100倍して23と見ます。23×4 の積を求めます。その積を100分の1にすると 0.23×4 の積が求められます。ついでにもう一問。もしもここのところが四角だったらという問題です。あと2はどんな数になるでしょうか？もしも1だったら、あと2にはどんな数が入るでしょうか？もし 0.1 だったら、あと2にはどんな数が入るでしょうか？考えてみてください。今回の解説編2の動画はこれで終わりになります。内容が少し多くなりましたけど、皆さんどうでしたでしょうか？次回は体積の学習をしたいと思います。これで5年整数と小数の学習を終わります。